そんな INFP が人間関係で重視することとしては、結果を出すことより人々の欲求を重視する、ダメですよ、自分の結果を求めましょうよってなんか思ったりするんですけど、職場の人間関係のあり方に大きく左右される。まあそれはわかります。なるほど、理解力が鋭く人の気持ちや価値観を見抜き、相手の心の動きを読むことができる、拾っちゃダメだよ拾っちゃダメだよ相手の心なんて。そこをでもなんとなく察しようとしてるかなっていうのはあります。でもありますよね、二等兵も。でもその時は、なんて言うんでしょう、俺負けないもんねなんですね。拾ったとして敵対だったら、僕も敵対なんですよ。あ、まあそれはありますよ、僕も、やんのかになるんですよ。敵対ですよ、なんか俺の方が上に行けばいいんでしょっていうのが出てくるんですけど、僕その辺は結果を求める方なんです、人々の欲求を重視するよりも、その人々の欲求を自分に引き込もうとするところがあるんですよね、僕。自分に引き込もうとするっていう表現が難しいです、なんだろう、達成するために周りを巻き込みたいんですよ、愛なのに。愛あの内向なのに内向、まあ、要はこう周りのエネルギーが必要ないいっていうよりは、一人よりも、なんか力が強いじゃないですか。そりゃそうですよ、たくさんいる方が、で僕もあなたのことを手伝うから、あなたも僕のことを手伝う的な感覚がある。あ、なんか主人公ですねっていう勇者ですねそれっていう感覚があるんですよね。だから相手に対しても一生懸命や、俺についてこいじゃないんですね。ついてこいじゃないですよ、だから共同体なるほどみたいな感覚があるので、僕も手伝うから、で優しくするとか手伝ってあげたりするって思いも強いけど、まあだから逆にこう手伝ってよみたいな思いもある。徳が高い、でこの人たちは人々との衝突を避ける、塞ぎ込んだり自分の欲求を表現するのに苦労したりすることがある、自分の欲求が満たされないままになるとしても、調和を維持しようと努める、なので、まあ、これを読んだだけでもやっぱり、いろんなところで生きづらいって書かれるのは、そうだねって思います、ちなみにこのそれが ISFP になったりすると、その S の成分なのか、言えたりはするみたいです。 ISFP の人自分の言いたいことは言うみたいな、まあ、僕もでも言わない言いませんけどね、まあ、態度がというか、動画だから言ってる部分もあるみたいなところ で、ね、普段はそんなに言わない。そうですね、でなんか言うと返ってくるかもしれない、自分の価値観を否定される可能性もあるから、なるべく守ってるんですよ。打っていいのは打たれる勇気があるやつだっていうそうそう、というところで、はい、騙し合いのドラマは見ていて辛い、あのね、僕もこのリュナスさんの騙し合いのドラマとか見てて辛いっていうのを今見て、最近僕もアマゾンプライムのやつがほぼ見れないんですよ。今アニメも赤毛のアンとか、もうなんて言うんでしょう、アニメドラマ、全部要は騙されるとか出てくるじゃないですか、もうね嫌なんですよ、ああいうの見てると。いい無理無理無理って。僕全然ないですね、そういうの。そういうのないですか、もう慶応持ってきてって、ヤマキャン、ゆるキャンとか持ってきてって。逆に僕そっちよりもこっちですもんね、そういうドラマが見たい。なるほど、もうドラマがね最近ドラマが本当に辛い、その展開が見たい、展開を楽しんでるだけ。なるほど、もう展開が辛くて、もう最近もうずっとなんか討論番組ばっか見てます。討論番組ってか山田玲司のやつばっか見てます。はい、自己批判しなさそう隊長、ENFP 説。ENFP 説、そこもあります、終わったことは気にしないっていうのも今を生きてる S っぽい感じがしますねって、まあそれと多分悩むのは嫌なんですよっていう感覚。悩むのはね、僕も嫌ですけど、ズーンってくるんですよ。ズーンってくるのは嫌だから、そんなことないってこう無意識に抑えようとしてる感はあります。なるほど、なんかねもう何もしたくなくなるんですね。うん、そういう時は大体小説が読みたくなるんですよ、なんか実用書よりも。みんなが仲良ければ満足というのが外交感情タイプには強い側面があります、外交思考も周囲がウィンウィンであれば満足する。外交にはそういうところがあるんですかね。
なるほど、うん、僕はどうなんだろう、やっぱ自分は分かんないですよね、分かんないですよ、もう他人もなんか宇宙も いろんなところにいますもん、はい、日によって違うもんそれそうそう、はい、というところでこんな INFP に向けたヒントとしましては、うんうん、他者の欲求だけでなく自分の欲求も満足させることを意識的にやってみる、自分の欲求を人に表明する、自分の限度を設定して明確に示す、うん、他の人の役割の責任を取ることは避ける、うん、そりゃそうですよあなたがやることはないですよ本当に、うんうん、自分のことだけでいいんですって自分のことだけが難しいんですあそっか、うん、そうですね、うんうん、自分のやりたいことってじゃあお前もなんだよって言われると、うん、分かんなくなってきますからね、うんうん、確かに、うん、そっか、この境界線バウンダリーの問題は難しいですね、難しいですよね、それ本一冊できますよ、はい、そうもう、うん、一冊どころかですよね、もう確かに2000年迷ってるんですよ、もっともっともっとですよ、はい、老僧の頃よりもっとですよね、うんうん、もっとですよ、はい、自分の考え方の視野を広げ、うん、論理的で長期的な影響も含められるようにしてみる、うん、人々の発達上の欲求と長期的短期的の経営上の欲求とのバランスを取る、うん、なるほど、そっか、INFP、ISFP、うん、まあ、私の ESFJ、うんうん、多分 T が欠けてる、T が欠けてる、思考する部分、まあ、その感覚で物事を判断しがちってことじゃないですか、はい、確かに、うん、あのギュッて我慢して考えてみると、うん、結構ね、うん、できるんですよ、いろんなことが多分できるんですよみんな、はい、そうだけど優先しがちなんですよ、感情の方わかる、うんうん、で特に劣等感を感じていると、うんうんうん、どうせできないが出てくるんですよ、ああはいはいはい、はい、うんうんうん、でやってみると、うん、コツコツやってみると、うん、ちゃんと考えて、うん、コツコツかんやってみると、うん、できたりするんですよ、それが、まあそういうもんですよ多分、だから逆にこのタイプを知って、はい、握りしめちゃダメだなって話ですもんね、そう、あ、そう、どうせ欠けてるからさじゃなくて、ね、劣等だからさじゃなくて、はい、そうできないとは言ってないんですもん、はい、うん、本当これは、うん、あの僕あのユングを信じていて、はい、要は座標だよって、うんうん、点だよって、うんうん、動くよって、うんうん、ないものを取りに行くのが人生だよって、うんうん、でみんな同じようにして、うんうん、一つの完璧な丸を目指すんだよって、うんうん、じゃあ最後一緒かよ違うんだと、うん、その過程が人生でいろいろ違うでしょっていうのがユングですと、うん、あのそういうところが N っぽいかなと思いますよいやこれはねもう読むたびに感動するんですよ、うん、はい、で自分の気持ちをより早い段階で他の人と共有する、うん、信じてる人と、うんうん、そうすることによって情報を提供し、うん、周囲の人が自分の固有の考え方を理解する機会を与えることになる、うん、自分の意見を表現するときには一生懸命になるだけでなく論理的具体的に示す、うんうんうん、多分なんか遠慮しがちなんでしょうね、遠慮しがちなんですよ、で人のニーズを優先するから、うんうんうん、自分のやりたいこと言いたいことを言えない、うん、これはこうだよねって言ったらもうじゃあそれでやるってなっちゃいます、いいよ言って、うん、あの言った方がいいですよね、まあ、ちょっとずつでも、うん、練習ですよねこれって多分、まあ、だから多分生きづらいって言われるじゃないかなと思うんですよ、そこはちょっとあの48歳、うん、年下の人に向けて言いますけど、はいはい、練習だよ、うん、ここ言うのも、うん、はい、自分がいつも我慢してるみたいなところじゃないですか、それは言わない練習をしてないからですよ、あんで、はい、結局そういう人たちって、はい、自分は言えないって思ってるんですよ、掴んでるって話じゃないですか、かま、うん、あとは親ですかね、そうしつけられた、しつけられた、うん、そういう家庭だった、うんうん、そういう環境だった、まあ、それはすごくわかります、はい、けどもういいんじゃないですか、うん、親の教えを、に背いても、うん、でそこが、はい、ぐっと抑えられてる部分はあるかもしれないです、親問題はね、そうそう、親問題は重いのはわかりますよ、うんうん、はい、ただもういいですよね、20歳超えれば、うん、18、今は18でしたっけ、成人は、あ、成人は、はい、まあ、微妙ですけどね、もう18超えたらいいですよ、はいはい、親の背く、親の
しつけとかに背いても、うんうん、いいものは大事に継承しつつ、うん、はい、でアイデアを推進することは重要で、それをしないでいると機会を逸したり、うん、受け取るに値する報酬を逃したりしますよ、うん、それはありますよ。ある、こう言えないことで報酬を逃がしたりすることはよくありますよ、はい、なるほど。こうやっぱり言える人の方が、はい、なんかこう分かるじゃないですか。相手側も別にそんなに意識はしてないんだけど、はい、こうちゃんとやってるアピールをちゃんとできる人の方が、はい、ちゃんとやってる評価はされるけど、こう彼でこっそり努力してる人は、はい、気づかれなかったりすることが多い。でもなんかまあここが日本人的なのが、なんかその、うん、そういうのっていうのかっこ悪いよねっていうのも、それはありますよね、うん、で、はい、要は浅ましいとか、そう、はい、でこうアピールが苦手なわけじゃないですか。そうすると評価されずに、はい、同じことやってるのにあいつばっかり評価されるみたいな思いはあったりすることもあります。これは辛いね。そう確かに、うん、っていう感じです。それはなんかすごく分かって、はい、まあ、これを生きづらいって言ってるのかなって今思ったりしますけど。そうです、僕も今その生きづらいは否定派ですけど、うん、僕は言ってなるものかと思ってるだけなので、あ、はいはいはい、はい、はい、うん、引き寄せちゃうよって、うんうんうん、あの引き寄せ推進派なので、うんうん、言わないと思ってるんですけど、うんうんうん、気持ちはすごい分かります、うん、はい、分かります、はい、